安倍晋三です、えー。今回のですね、自民党の総裁選挙においてはですね、まあ、いわば、まさにあの、高市さなえ候補ですね、よろしくお願いいたします。高市さなえさんです。皆さん、こんにちは。高市さなえです。私は、この日本を守るために立ち上がりました。えー、ぜひ、皆さん、この美しい国、強い国、日本を守りましょう。 そして私、高市早苗、ね、記者会見などでですね、記者にどんなに意地悪な質問をされてもまたですね、討論会で安全保障などの議題の時にですね、私が全くスルーされて無視されても私、高市早苗、ね、決してこの笑顔を忘れません。えー、切れてでですすね、いろいろですね、 バリ造言をつぶやく人だとか、やたあとブロックをする方とかですね、そういう方とは違うんです。私、高市さんね、そもそもツイッターは誰もフォローしてませんから、え、ブロックもしません。そして私、高市さんのがですね、いつもこの、えー、ブルーリボンをつけております。つけたり、つけなかったりする方とはちょっと違うんですね。えー、私、あの、安倍晋三先生のもとですね、いろいろ学ばせていただきまして、えー、アベノミクスの次は、 サナエミックスということで、えー、混ぜるな危険ではございません。サナエミックス、サナエのミックスをよろしくお願いいたします。高市サナエでした。まあ、あということでですね、まさにと、高市サナエ候補はですね、まあ、いわばですね、えー、この自民党におけるですね、えー、保守の、その、まあ、ど真ん中、それをですね、えー、支えてくれる方だと思っております。えー、どんな質問に対しても、冷静かつ的確、笑顔を絶やさない、高市サナエさん素晴らしいですね。そして、現職総理としてですね、初めて、 コンビニエンスストアにも行くということで高市さん早苗候補よろしくお願いいたします。安倍晋三でした。まこれでよろしいですか？はい、まあね、えー、マスコミはなんか高市さん勝たないとか言ってますけどね。私もそうだったんですよ。あの、石破さんという人とね。やった時に、ね、石破さんが有利って言われたんですけど、私勝ちましたか？高市さんもきっと勝ちます。いわばまさに勝ちますね。